学校5年生ぐらいの時に、まあ、趣味があんまなくて親に何かやったらって言われたので、高校入ってからもギターをやってたんですけど、ドラムがいないってなって、それでまあカホンを今はやってるって感じです。就職したいっていうのがまず一番で、公務員に入りたいなっていうので土木科に入りました。楽器をやってたんで、ああこれいいなと思って入りました。思ったより結構部活って感じじゃなくて、本当もうなんかクラブ活動みたいな感じで結構楽しいです。プロに近い集団みたいな、まあ、それこそギターのひろきさんはもうすごい上手くて、ギターも今もやってるんですけど影響は受けてます。カホンは楽譜がなくて、その音だけで判断しやってるので、結構自由にやっていいよっていうのは言われてるので、でまあやっていくうちに何か指示があったらそれで直してやってるっていう感じです。みたいな、なんか、ああもう本当に今まで頑張ってきてよかったなっていう気持ちが一番でした。もうちょっと安定してカホンが叩けるようになりたいなと思います。